あ、前回やった時はなんかめちゃめちゃ攻撃が当たんなくて、もうお前もついでに死んどけなんか前回やった時はね、攻撃が全然当たらなくてなんか苦労した記憶があるんですが、まあ、今回意外とサクサクサクっとクリアできたかなと思います。ということで、さあそれではこいつのドロップアイテム見ていきたいんですが、まあこの辺に牛肉とか骨とか、まあ防具とか落として、でこれですね、これがモブジラ特有の素材、モブジラスケールです。でまあこれで何が作れるかっていうと、じゃあもう先に見ちゃおうか。はい、ということで、まあブロックも作れるんですけど、まあこのようにモブジラ装備を作ることができます。でこれが確かアルティメットよりも強かったので、まあ作ってもいいけど、まあ正直クイーン装備が今揃っちゃってるのでなんとも、うん、どうしようっていう別に作ってもいいんだけど、別に作る必要もないかなと思うので、まあ作らんでいっかまあモブジラ装備が見たいよって方はね、元素全てを吸い込むを見ていただければなと思います。じゃあそれじゃ帰りますか。あ、ロボウォーリアーって倒したっけ。さっきなんかドサクサに紛れて倒した気がする。弱っいや俺が強すぎるんだよな、ごめん、反省するわ。さあそれでは帰ってきましたよと。そしたら次は、まあ残るは2体か、あの2体ですね。キングとクイーン。キングはまあ時間かければ倒せるんだけど、クイーンがマジで強いから、本当に今までのマイクラ実況で一番苦行だったので、ちょっと億劫だな倒すのさああれ持ってるっけ、スポーンエッグ持ってるっけ。前回なんか元素全てを吸い込むの時はなんだっけ、チャレンジダンジョンとかからゲットしたんだっけ、キングとクイーンの卵は。ちょっとその辺ちょっと記憶がちょっと曖昧なんですけど、今持ってんのかな、もしかして。あれだ、チャーリの世界だ。チャーリの世界にキングとクイーンの祭壇があって、そこに卵がね捧げられてるんで、チャーリの世界に行きたいと思います。今からチャーリの世界行って、チャーリーの世界にキングとクイーンいるんですけど、そこで戦おうとすると、チャーリーの世界ってめちゃめちゃ重いんですよ。だから、まあ、戦闘にならないんですね。だから、まあ、基本的には、俺は、卵だけ持ち帰って、現世で戦うっていうのをね、まあ、この僕、オアスポーンマスター推奨してるんで、今回もその作戦で、行こうと思います。ということで、さあ、それでは、レッツ、チャーリーの世界。ちょ、待ちますか。あ、出てきた !OK! よっ。さあ、ということで、やってきました、チャーリーの世界。ただね、ここの世界は、このモッド史上一番重いんですよ。だから、なんて言うかな。とにかく重いんで、うん、頑張ろうぜってことです。よっしゃ、それではね、キングとクイーンの祭壇を探していきましょう。多分ね、目立つんで、見ればすぐわかると思います。ということで、それでは、まあ、カットかな、ここは。まあ、重くて見れたもんじゃないから、ここ。はぁ、どうも、ハルティです。ということで、マインクラフト、うわ、雨降ってきた。幸先悪い。雨消します。うわい。はい、神。ですね、チャーリーの世界で、まあ、祭壇、クイーンとキングの卵がある祭壇をね、探していたんですけども、はい、こちらと、はい、ドン。はい、ということで、こちらがですね、まあ、色的にはわかると思うんですけど、まあ、クイーンの卵が祀られている祭壇ですね。もう、レッドストーン取り放題。あ、これ、レッドストーンじゃないか、これ。ルビーか。あれ、まあ。で、これはダイヤモンドと。いうことで、で、このチェストよ。みんな、このチェストの中に、何が入ってると思う？そう。卵。そう、スパウンザクイーン。ということで。はい、ということでクイーンの卵をゲットしましたよと。で、有能なハルティさんはですね、なんと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 ！はい、ということで、ここ。ここ。はい、ということで、こちらがですね、キングの祭壇ですね。まあ、ちょっとこの若干ちょっとこの世界重いんで、お使いの PC は正常なんで皆さん。あ、スマホか。やばく、もうどうでもいいや。ということで、まあ、こちらが、キングの祭壇ですね。まあ、このドラゴンの紋章、この模様に使われている素材が、あちらはルビーだったのに対し、こちらは、ただのネザークォーズということで、おそらくこの間には何か格差が生じているのではないかなと、説明。ということで、それでは、チェストの中見ていきましょう。いや、何が入ってるのかな、わかんねえな。わかんねえな、何が入ってるか。ほい。スパウンザクイーン、じゃあ、キングクイーンじゃねえや。スパウンザキングゲットしました。ということで、まあこの祭壇はゲットしたということで、まあこのチャーリーの世界後にしてもいいんですが、まあせっかくだからちょっとね、ここのカラフルな木あんじゃん、ここのな上ら辺にキングとかクイーンがよく湧くので、ちょそれを見てからね帰ろうと思います。キングいるかな、キングやーい、やってる。あれ、今日はキングさんちょっと定休日っぽいっすね。やってないっすね、キングさん。まあやしゃ、なんか今日はなんかサボってるということで、まあ帰ろうか帰ろう。はい、それではチャーリー出して、まあそれではね、まあもういよいよあれですよ。残すはキングとクイーンなので、辛いよ。ここから辛いよ。うん。こいつあれほんと出ないね。出るときと出ないときあるんだよな。ほんとに。なんなんだろう、この差は。なんなんだろうな。
メンヘラか、あれが押しては引いて押しては引いて、こいつもしかして俺に恋のアプローチを仕掛けてるんじゃなかろうか。あ、出た、今日は押す日だね。じゃ帰ろ。はい。うお、びっくりした。なんだお前、恋のアプローチか。さあ、ということで、キングとクイーンの卵をゲットしたので、それでは、キング倒します。怖えけど、怖えけど、キング倒すしかもう、ないんじゃないでしょうか。ということで、それではちょっと準備していきましょう。金リンゴとかもうちょっといるかな。金リンゴってさ、使う？キング戦。キングってさ、でもこの装備貫通できたっけ、あいつ。できなかったような気がするんだけど、まあ、一応念のために、金リンゴをもうちょっと集めておきたいという気持ちはある。足りるか。何を根拠に足りるかって言ってるのかちょっとわかんないんだけど、うん、っていうかもうめんどくさい。集めるのがめんどくさいので、とりあえず、これで、キングを倒していこうと思います。いけっかな。一応あれなら、ちょっと装備の予備とかちょっと多分耐久バリバリ削られるんで、防具のちょっと余りみたいなのをちょ持っていこうか。この辺ロイヤルガーディアン、モブジラ装備もせっかくだから作っちゃうか。はいはい。いやこれ見た目あれなんだよな、ほぼほぼクイーンとなんかあんまり差別化できてないんだよな。おそらくデザインしたやつに才能がないんだろう。まあたかがデザインぐらいいいじゃないと思うかもしれませんが、まあ、もしこのウォアスポーンをおじいちゃんがプレイするとしたら見間違えちゃいますからね。それでクイーンにやられちゃったりとかするかもしれないんで、意外とこれは由々しき事態なのかなと思います。ということで、まあそんな無駄話はどうでもいいんで、そんなおじいちゃんやんねえよ、ウォアスボンなんて。さあ、それではね、キング出していこうと思います。いくよ。本当に行くぞ。いいんだ、行くよ行くよ、せーの、はい。うわ、いてー、もう早速めちゃめちゃ好戦的だけど、俺も負けない。お前になんか負けてたまらん。ちょっとどこ行くの。ちょっとどこ行くの。うわ、やっぱこいつマジでさ、あ、でも、あ、意外と攻撃当たるぞ。あ、意外と攻撃当たるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。オッケー、オッケー、オッケー。意外と、前回やった時は、もうめちゃめちゃノックバックされて、全然攻撃当たらんやん、このゴミみたいな感じだったんですけど、意外と今回、でもこれまた連打きつそう。あーでもなんか、あーなんか、だん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 なんか記憶が、記憶戻ってきたそう。なんかね、何回、最初の何回かは当たるんだけど、だんだん当たんなくなってくるっていうね、この、負のスパイラルみたいなのがあるんで、これマジで連打が持つかどうかな。この俺の指筋が持つかどうかなんだよ、本当に。うわーこれきちいな。これ頭とか当たんねえのこれ。俺なんかなんとなく足狙ってるけど、頭当たんねえな。なんか頭なんとなく当たんないね。で、そうこうやってちょいちょいなんかあれなんだよ、戻るんだよな。こうやってちょっとよくわかんないですけど、ちょくちょく戻るんですよこいつ。なぜかなんかアタックスクイットいるんだけど、ちょっとクラーケン湧かないで。ここでこれクラーケンも同時に相手するとかマジ地獄だから、ね、でもあんまりね、7000って HP が本当に途方もないので、本当7000減らそうと思うとちょっと気がめいるので、1000ごと HP1000 の敵が7体いると思う。それでも結構きついな。ね、さあ残り半分ですよ皆さん。1000の敵が7体いると僕は仮定してるんで、残り400です。長えなこれ。さあ残り200です。はっ、あー、お、残り86。お、残り、あ、待って。え、なんでこんな、え、なんで何が起きた今。ねえ。なんであんな大ダメージ受けた。ちょっと待て。ちょっと待て、まずい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 です。あー、待って、これは死んだ、これは死んだ、ちょっと待って。あれ、俺のアイテムない。ちょっと、ちょっとたまね。わ、これ燃えてんな。うわー、ロイヤルガーディアン、これ燃えたか。いやー、やられた、ちょっと待て。あれ、キングさんってもうどっか行った。うわ、もう持ち物なくなったんだけど、もうマジで。うわ、まだ、びっくりした。びっくりした。まだいたんか、お前。ちょっと、金リンゴないと無理かな。ちょっと、一回ちょっと金リンゴ集めてくるわ、ちょっと。で、ちょっとアルティメット装備でリベンジする。はい、ということで、それでは、金リンゴをね、このように、28個。まあ、とりあえず、醤油の金リンゴを集めてきました。ということで、まあ、これだけあれば、まあ、足りるかなということで。よっしゃ、もうこの2丁で十分だ。行きましょう。はい、レイテストレス。あ、そら、俺さっきね、飢え死にしちゃったから、レイテストレスが変わっちゃったんだよね。俺どこで戦ってから、だった、待って。俺、戦ってたっけが言えないんだけど、やばくね。
ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。